はいどうも、ミニマリストたけるです。本日はルイさんのお宅にお邪魔しておりまして、一般の方が持たない暮らし実験を始めますということで、まず初めにですね、ルイさんが持たない暮らし実験を始めようと思った理由ときっかけを。私自身、もともともっと今よりももっともっとマキシマムな状態で生きていたので、シンプルに楽に暮らしたいっていうのが一番で、そうだから必要なものだけ、猫と自分に必要なものだけで生きていきたいなと思ってるので、40手前なんですけど、人生が変わるきっかけを。だんだんカオスな状態になってきました、はい。ということで、ルイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう無事、物もなくなって、はい、初期状態として持つものは、まずスマホですね、撮影用のスマホとスマホの充電器、トイレットペーパー、マスクですね、 Wi-Fi ルーターですね、 Wi-Fi がないと僕にデータが送れないので、 でその Wi-Fi ルーターの充電器、あと撮影のスタンドも必要になってくるので、まあ、これで合計7個になりますと、はい、であとプラス衣類ですね。衣類今何着つけてるとかってありますか？靴下含めて、はい、あと下着も上下含めて、6ですね。6ですね、うん、合計が13個ですかね。はい、敷布団ですね、バスタオル、歯ブラシですね、毛布、クレンジングです、シャンプーです、掃除機です、メガネです、石鹸です。こんな感じのスープ茶碗で、爪切りです、洗濯機、ドライヤーです、お箸投入します、洗い流さないトリートメント、櫛です、照明をこの部屋だけ入れました、ヘアオイルです、下着用の洗濯ネットです、体重計です。仕事にのために投入する仕事道具ですね。まずカバン、隣がティッシュとハンカチですね。でお財布、お財布の中にはお札、小銭、あとはクレジットカードが1枚入ってます。髪の毛のバレッタっていうんですかね。外出先でスマホ充電するための充電器、名刺入れ、ボールペン、あとはノート、まあ、ここは筆記用具ですね、を持ち出したいと思います。ワンピースです、パンプスです、ヘアバンド、お風呂用スポンジです、ハンガーを今日1カウントに入れます、化粧水です、じゃん、洗顔、歯磨き粉、上下の下着の替えですね、眉ペンです、携帯のイヤホン、バスタオルを追加で2枚目ですね、空気清浄機です。黒物用の洗剤、こちらがボディクリームですね、クレンジングクリームと洗顔が入ってるんですけど、ケース旅行用で、このスカート上のトップスですね。でね、これ仕事の時に入れたボールペンケース、これを捨てることにします。なのでマイナス1ですね。こんばんは、5月28日持たない暮らし実験22日目です。今晩最後のホテル宿泊ですね。明日昼に飛行機乗ります。でホテルでね、暮らして家に物のない家を離れてみて分かったことがあるので、お伝えしようと思って撮影してます。相変わらずスマホスタンドはないので、この位置でごめんなさい。明るさはうまいことできるようになりました、角度とかでね。まずね、これホテルの寝巻きですが、常にね乾いたものを着れるっていうのはいいことですね。洋服と別に寝巻きがホテルに用意されてるので使いました。洋服は帰ってきたらコインランドリーで洗濯してるので、明日の朝まで濡れた状態でその辺にかけて干してあるんですけど、あのね、この乾いた服を着てコインランドリーへ行き、洗濯し、シャワー浴びて、新しい、また2着用意してあるんでね、あのホテル側が用意してくれてるので、また新しいこれを着てシャワー後、寝るっていう気持ちいいですね。すごく濡れてないっていうのはすごいいいなってここへ来て思いました。その感想を言いたくて今日撮りました。
まあ明日帰るわけですけど、来週も出張になったので3泊4日で、北海道へ行かなきゃいけないんですけど、このね沖縄の出張でちょっと持ってきすぎたなって、その洗剤とかいらないものもあったので、またもっと少なくていいんだなっていうのが分かって行けると思います。突然南の沖縄から一回家には戻りますけど、北へ行くので寒いんだと思います。まだ寒いですきっと、あっちは。なのでちょっとね、前より持ってかなきゃいけないもの、まあ上着とかですね、がアウターが必要になるのかなと思っています。まあそれも今回のねちょっと踏まえたり、気温とかを見ながら次回の用意ができたらいいなと今のところ思っています。あとですね、20日間の振り返りというかしたんですけど、でその中でね、私がいろんな意見があると思いますがっていう話をしたんですが、それをたけるさんが気にしてくれてね、励ましの連絡を次の日にいただいて、私は周りの意見っていうのは社会の縮図だと思っていて、まあ友達にしろ、親にしろ、例えば恋人にしろ、そういう人が批判的なことでもね、応援的なことでも言ってくれたのは、まあ割合からしたら社会の縮図みたいな感じで、批判する人がいるのも、またしかりみたいなところを持っているので、まあそれをお伝えしたつもりだったんですけど、ちょっとまあ、だから見ている人にも同じ割合だけいるんじゃないかなっていうよそのものとで言ったんですけど、たけるさんが気にしてくれて、結構動画評判いいですよって言ってくれて、で、私見てないんですね、自分の。見ないようにしてます。自分の顔が嫌いなのと、ダイエット中とはいえ体が大きいので見たくないっていうのと、現実を直視したくないっていうのと、まあなんていうんですかね、いい評判にしろ悪い評判にしろそっちに流されないようにこの実験をやりたいっていうのがあってね、この動画の評判が良かったから、まあお片付けの段階から来てもらってるんですけど、たけるさんにこの動画が評判が良かったからこうしようとかもしたくないし、まあね常に自分の変わっていく気持ちとか変わった良いところっていうのを見つめながら自分のためにねやっていく生活なので、左右されないようにしてはいます。人の意見聞くときも大事なんですけど、ちょっとこの生活だけはマジでちゃんと自分の意思でやり遂げたいと思うので、そうですね、気にしてくださったことすごく嬉しいことだったんですけど、ちょっと思い違いというかね、勘違いを生むような発言をしてしまったかなと思って反省しています。発言って難しいですね。まあ私はあまり視野の広い人間ではないので、自分の周りに起きたことばっかり見てます。ね、まあこの実験の中でいろいろありましたけど、プライベートのことからね、いろいろありましたけど、まあ総じて良かったんだと思っております。はい、また応援してください。おはようございます。5月30日もたない暮らし実験24日目です。昨日帰ってきました。沖縄から出張から帰ってきました。家にね入って、まずホテルって綺麗じゃないですか。で毎日掃除もしてくれて綺麗なわけですよ。だけど私の部屋も何もないので結構感激しました。ホテルみたいなね毎日掃除してくれる人がいて綺麗なとこから帰ってくると、今までの自分はどっと疲れたんですね。部屋が散らかってるというか、物がたくさんあるっていう状況、やらなきゃいけないことを帰ってきてもたくさんみたいな状況をすごいはーって感じてたんですけど、昨日は玄関開けて物がない家を見てちょっとウォーって思いました。テンション上がるみたいな経験をしましたね。で出張のから帰ってきた物とか片付けたりとかしてね、お風呂入ったら案の定また寝落ちしてしまいました。昨日の感想を昨日のうちに言えなくてすいません。そうですね、その部屋玄関開けてウォーってきれいっていうかね、片付いてる何もない部屋を見てウォーって思ってテンション上がって、あ、やっぱり物ないっていいなって改めて思いましたね。この実験続けると物がどんどん増えてっちゃうので、どこまでしようかなっていうのもね、できるだけ早く区切りをつけたいなって思う気持ちもあります。とはいえまだ全然増やしたいものはあるんですね。なので実直に、自分に実直に増やしていきたいなと思っているんですけれども、昨日沖縄から帰る前に沖縄の友達に実はカラー診断っていうんですかね、
っていうのと骨格診断っていうのをしてもらいました。どうしてもねその子にしてもらいたくて、東京に私東京に近いところに住んでるんですけど、東京にもいろいろあるんです、そういうサービス、やってる方もいるんですけど、どうしてもその子に見てもらいたくて、まあ、この時期を待っていたというか、まあ、私ねこれまでの暮らしの中で靴も持っていなかったし、ただ、これをこのカラーとか骨格診断をしとくことによしておくことによって、これから今の自分に似合う服、似合う色だったり形だったりっていうのが分かることになるので、この生活をして今、まあ、お出かけする用の服を選んだりするわけじゃないですか。でその1日2個というルールの中で出すので、限られた数しか出せないので、なのでどうしても受けて自分に似合う色形素材っていうのを前提で今持っているものの中から選ぶ、もしくはバージョンアップするっていうのをやっていきたいなと思っていたので、このタイミングで受けたかったっていうのがありまして、沖縄のね友達に頼んできました。で、その際にねこういうものをゲットしました。何かっていうと、私に合う似合う色の布がねこうやってこうカラーチャートにされたものです。で今日は28、29、今日の30日分の2個ずつ追加するものをまだ28から入れてない状態なので6個入れるんで、そのうちの1個目こちらのカラーチャートにしたいと思います。まあ、これでね今後似合う服を選んでいきます。これに従い似合わない色はちょっとさよならするっていう意味もあるので、クローゼットの中も少しよく片付いてくるかなと思います。あとはじゃん、乳液です。沖縄ってすごく湿度が高くて、暑かったし晴れてたんですけど湿度高くてね必要性を感じなかったです。持ってかなかったし、持ってもなかったんで、ただ、こっちに一日帰ってきて朝から、結構暑いのにカサカサを感じているので、2個目はこの乳液を入れようと思いました。乳液ね、乳液を入れようと思いました。でこの間もねホテルで話したんですけど、乾いたもの着て寝るって素晴らしいなってことで、これ2枚目のタンクトップ、これと同じですね。同じものが2枚あるんでこっちにします。 T シャツの形にしようと思ったんですけど、クローゼットの奥すぎて出せませんでした。これ手前にあったんでこれにします。いつか買えるかもしれないですね。あとノート、ただのノートです。これは仕事用にね持ち歩いてるノートあるんですけど、あれは結構大事なこと、まあ、会社の幹部とのやり取りだったりとか、優先してすべきこと、自分がすべきことを書くノートで、これはちょっと走り書きみたいなノートです。そうですね、何が違うって、まあ、家の中だけで使ったりとか、ちょっとした連絡が来た時のメモとか、そういうものですね。電話番号聞いた時とかね、仕事じゃない時メモってやつですね。走り書きで止めたいこととか結構あって、あメモないみたいな、だからボールペア持ってんで手にね書いたりとかしてたんですけど、さすがに入れることにしました。これで4点目ですね。で6点入れれるので結構贅沢だなって思ってて、なんだよって思うかもしれませんが、ピアッサーです。買って置いておいたんですけど、私結構重いピアスとかをしてたので、こう広がって傷になって閉じちゃうって結構あるんですね。でまあ案の定閉じかかってる状態になってるので、開けようと思って置いといたんですけど、処分の対象になったんで捨てるにはもったいないんで、ちゃんと開けてから捨てようと思います。ね、これがどういう扱いになるかはちょっとたけるさんと相談したいと思います。ピアスに刺さってしばらく残るので、撮影の時にもここにピアスがある状態なので、これを 1,2 とカウントするのか、まあピアスは捨てちゃうからマイナス2っていうカウントをするのか、ちょっとお聞きしたいと思います。なんで、まあ、ピアスとしてカウントすればいいのかな。はい、ピアスは2個です。以上で6点ですね。では今日もお願いします。はい、化粧水終わったので乳液、今日入れた乳液ですね、出してなんかしみるなんていうんですかね、カサカサしたこのカサカサのところに染み入っていく感じがしますね久しぶりだからかな。うん、まあ久しぶりのなんかしっとり感ですね。はい、ピアサーです。はい、それでは今日の感想です。ピアス開けましたね、無事にピアサーは捨てました。寝物が減った気分ですね、こっちについてるんで。収納に押し込んでいたものをガサゴソしてる時にピアサーしまい込んだの出てきて、ああ使わないといつまでも捨てれない、もしくは捨てなきゃいけないんだなと思った時に、穴開けをね先回しにしてたことに気づきました。こんな夏に穴を開けなきゃいけないことになったのは自分のね物に囲まれてたせいで、やることを後回しにしてたせいだなと思っています。乳液を久しぶりに使って、さっき乳液使った時にお伝えしましたが、
なんかちょっと染みましたね。はい、あのカサカサしてたんだと思います。まあ、こんなんで化粧したところで、まあ、化粧のりも悪いでしょうし、ね、こんな季節になってきたんで悪いってことは浮くだろうし、慌てますね。まだ入れたいものあるんで引き続き実験をしていくわけですが、まあね、できればこういっぺんに6個入れるよりもじっくりね、2個は何するべきなのかって考えていった方がいいとは思います。ただまあ出張とかでね、入れれてない間は何を入れるかっていうのを真剣に結構考えたり、まあね、ホテルに行ったことで乾いたのがいいなっていうことで2枚目のね、これも入れれてるんで、昨日は乾いたこれを着て明日入れるものね、考えれるのでやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。5月31日持たない暮らし実験25日目です。本日追加したいもの、じゃーん、スプーンです。これはですね、もともと持っていたスプーンですが、イッタラのピアノというシリーズですね。なんでスプーンかっていうと、カレーが食べれない。Uber Eats でカレー食べたい時、インドカレーとか頼んでナンつけて食べてたんですけど、お家でもね、カレーが食べたいです。なんて言ったって私はスープ茶碗を持っているのでスープ茶碗の中にお米入れて、親がね、上で作った、2世帯で住んでる親が上で作ったカレーを入れて食べれるはずなんですが、スプーン持ってないんでカレーライスっていうもの食べれなかったんで、まあちょっとね、ゆくゆく欲しいなって思ってました。逆にね、フォークの必要性を感じたことはないですね、今のところまだ。はい、なので、まあ、スプーンが欲しいからフォークがいらなかったのか、はたまたフォークが本当にいらないのかどうか、ちょっとこれから暮らしていく中で、見定めていきたいと思いますが、とりあえずスプーンが欲しかったんでスプーンをゲットしますって言っても、今日月曜日なんで月かしか家にいないので使えるタイミングあるかな、使う時にはぜひお伝えします。で、もう1個はこれです。下に着ているレギンスです。2枚目ですね。このね、上も2枚ゲットしたんで洗い替えが欲しかったです。まあ、乾いたものを着て寝たいこうやってね、乾かす必要がないように寝たい。まあ、これは肉肉しさを隠すためでもあったりとか、まあ、寒い時に着てるだけなんで、寝る時は別にこれと下だけでいいんで、まあ、これは洗ってしばらく乾かなくても次の日の朝まで干しておく、その辺にかけておけるんですけど、出っ張りみたいなところにね。だけどさすがにね、上と下は着たいので2枚ずつやっぱ必要ですね。なんか今まで1枚でやりくりしてきたので2枚あれば十分だと思いますね。ちょっとこれも様子を見てみますが、まあ大体2枚ずつあればなんとかなんのかな、毎日洗濯した場合。はい、そんな感じです。また今日もよろしくお願いします。こんばんは。それでは今日一日の振り返りです。スプーンをそこにありますね、入れたんですけど使いませんでした。今日カレーじゃなかったです。2階の2世帯に住んでる親のところではカレーとかではなかったので、スプーンは使いませんでしたが、ね、使える日を楽しみにしています。で、これをね、乾いてる状態のパジャマとして着れましたね。まあ、これはさっきまで着てたやつで、これでタオルと下着上下セットとこのタンクトップ と、履いてるレギンスの洗い替えっていうのが揃ったので、お風呂に入るときに急いで洗濯機をかけないでも綺麗なものが着れるようになりました。綺麗なものと言っても今まで何かしら濡れていたので大変だったんですけど、このね、撮影が終わってこれを脱いでから洗濯機をかけて寝たいと思います。で、朝洗濯その辺にかけて出かけたいと思います。明日も仕事ですね。濡れてないものをね、着れるっていうのは本当に気持ちいいことですね。この間のホテルで分かったんですけど、濡れてるのがデフォルトだったので、こういうジメジメした季節になって濡れてる時間が長いとちょっと体冷えてきたりとかするんで、ちょっと体調とかね、心配だったんですけど、これで濡れてるものからは卒業できる数になりました。もうそれだけでね、人間っぽく生活できている気がします。まだまだ必要なもの、思い浮かぶものどんどんあるので、この生活は続けたいと思います。でもね、収納ガラガラなので、結局何をどこに入れるかとか、もうガラガラな中に入れてるだけなので、ああいうね、今まで入れてきたノートとかすぐ使うものをね、あそこに置いてる状態なんでね、まあ、少しずつ収納していこうかなと思っています。昨日入れたね、カラーチャートとかもちょっと仕事とかがあって、クローゼットの片付けに使えてないので、また次の休みにね、必ず使いたいと思います。はい、
よろしくお願いします。こんばんは。6月1日もたない暮らし実験26日目です。今朝はちょっと早くから仕事だったので朝取れなかったです、すいません。今日追加したいもの、前に追加してね諦めたんですけど、あ、長祖母のトリートメントですね。いけると思ってたんですけど、もうすごいです。櫛を持っていようと洗い流さないトリートメント、オイルを使っていようと、もうなんかこう時間が経つとめちゃめちゃね、こうカラー抜いたところがめちゃめちゃバリ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 こんな感じになってるので、あ、お風呂の音が鳴っちゃいましたね。こんなね感じでもう手櫛さえ通らないってなるくらいになっちゃったので、あのこれを投入します。はい、これで元に戻るかな、失ったものは戻らないのかな。で、あとは体を洗う、コシコシするタオルです。まあね、手だけでやってきたわけですけど、さすがにねちょっとベタベタする時期になってくるので投入します。以上ですね。はい、お風呂グッズがねだいぶ増えてきましたね。まあそれでも前に比べたら全然置いてるもの少ないので、お風呂の掃除とか棚の掃除とかねすごい楽です。お風呂グッズは多分これぐらいなのかなと思ってます。うん、ストップかな、こんな感じです。6月2日もたない暮らし実験27日目です。昨日は続けての出張っていうことでね、準備にバタバタしてました。仕事帰ってきてからの準備っていう感じだったのでちょっとバタバタしてましたね。持ち物は前回の出張とあんまり変わらないんですが、まあ減ったのはあのお話ししていた黒い洗剤いらなかったねっていうことと、あと洋服も変わらないです。ただ、沖縄に行くのと北海道に行くのと気温が違うので、ちょっとね入れるものをね昨日の夜の段階で工夫しましたので、後でご説明したいと思います。今回は前回、ミニマルな出張道具で結構来たわけですけど、今回はさらにね工夫して減らしてるので、まあ、そういうところもねこの生活があったからこそ荷物をもっと減らすこと考えたんで、今回もびっくりされましたね、現地のスタッフに。これできたんですかみたいな。3泊、これで済むし、もしこれが1週間だったとしても私この荷物の量みたいな変わらないって、何の量も増えないですね。それでは今日の2点なんですが、まず1点目こちらですね。内側がカーキ色、表側が、まあ、モスピンク、スモーキーピンクっていうんですかね、のブルゾンですね。ちょっと北海道夜寒いのでこれがあってちょうど良かったぐらいです。これを入れた理由は基本的なこともそうなんですけど、リバーシブルなんでね、どっちの色にも使えるっていう便利さがありました。これ結構自分の、パーソナルカラーにも合っていたし、まあ形もそんなに悪くないので入れました。で、今日の2つ目ですね、黒いスニーカーですね。前回も結構経ちますけど入れたヒールで歩いていて、仕事中にね歩いててちょっと足をくじいて足が微妙に痛いなって、これ私バスケットをしていたので、この怪我の仕方身に覚えがあって、あんまり放置しとくとそのうち結構痛くなるんですよ。今もちょっと痛いですね。なのでスニーカーを入れました。はい、ヒールで北海道を歩き抜ける自信はなかったです。飛行中の揺れに備え、はい、出張から戻りました。で、昨日の夜6月5日の夜中に、家に着いたわけですが、寝落ちしてしまいましたので、6月5日の件からお話しさせてもらいたいと思います。出張中は物を増やすこともなく、ホテルのものを使い暮らしているので、前回の出張と変わったところがあまりなくですね過ごしていました。で、その出張中に昨日ですね、実験30日目を迎えたわけですが、まあ出張に持って行っているものが今暮らしている中で使っているものなので、だいぶね集まってきたのかなっていう感じはありますね。自分が使うものがこの実験の終わりが見えてきた気がします。20日目のね感想をお話ししてから出張続きなので、家にいて家で使うっていうか、暮らしの中で使うものっていうのがあまりないんだなぁと気がつきました。
なので今しまい込んでいるものは、来週休みが多めなのでちょっと出張続きで、今日の日曜日、まあ6月6日の日曜日で30日目のあれを撮ってるわけですけれども、昨日の分を撮ってるわけですけども、この週でものをねがっつりと処分していきたいと思います。しまい込んで今の生活の中で使ってない、選び出してないものたちですねを処分していきたいと思っています。はい、それでは出張に行っていた間から今日までの4日間分の追加物、合計8個ですね。今日久しぶりにヨガに行きたいと思います。イエーイ。ということで、ヨガバッグで、ヨガの時に飲んでいるサプリメント2種類、あとはヨガの時に同時に2個使うんでギムニックボール、あとヨガの時体に塗るバーム、あとはですねヨガマットは借りるんですが、ヨガマットの上に引く、あの汗だらけになるんでね、ホットヨガなんで、タオルと汗だらけになるんで顔とか体を拭く、汗を拭くタオル、はい。なので、新しく足すヨガグッズとしてはこの合計8個持って今日はヨガに行ってきたいと思います。久しぶりです。こんばんは。今日の感想ですね、さっきお見せしていた通りヨガのものを取り入れたので早速ヨガに行ってきました。この実験始まって1ヶ月経ってるんで1ヶ月以上ぶりですね。インストラクターの方にも、あれ久しぶり、お久しぶりですねって言われて、ちょっと痩せましたなんて話言われました。私この実験の前からね13キロ自分で落としてるので、ダイエット頑張ってるって、本当痩せましたねって言ってての1ヶ月ぶりでまた痩せましたねって言われてちょっと嬉しかったです。沖縄とね北海道行って結構食べちゃったんで、自分ではちょっとたるんだ気もするし、まあ体重計乗ってもそんな変わってはないんですけど、ちょっと仕事忙しかったりしたからかなと思うんですけど、まあそんな感じの今日でした。ヨガに久しぶりに行けてね、すごい気持ちよかったし楽しかったです。まあヨガグッズを手に入れたことによって私はヨガに行けるという選択肢が増えたので、またね今日からヨガライフを楽しみたいと思います。で、この1ヶ月間ね、ヨガのものを手に入れるのに時間を置いたわけですけど、ヨガに行かないという、もう今後やめてヨガやめてっていう選択肢も考えました。そうすればものは必然的にヨガのものはなくなるわけで、でそれを、まあ、持たない暮らしをね目指してこのシンプルなスッキリな状態っていうのを続けているわけでなんですが、そういう、まあ、趣味、他にも、まあ、いくつか趣味持ってるんですけど、そういうものを全部省いた私は私ではないのかなと思ったりとかして、趣味の中でもね一番これまでにたくさんやってきた、まあ家からも近いので教室がっていうのもあるんですけど、やってきたことで一番自分が心地よく生活できる趣味っていうのがヨガなので、これはなくさずにアイテムを2点ずつの追加の中でも取り入れてやっていこうっていう気持ちが決まったので、今回一気に取り入れれるねこの出張の後のタイミングを使って取り入れさせてもらいました。ちょっとねヨガ行かないと体バキバキになっちゃうんですよ。私肩も背中も固まってしまって痛くて寝れないみたいなねなっちゃうんで、すごい気持ちよかったです。ありがとうございます。はい、あとですね、さっき母親とちょっと話する時間があって話をしました。この出張の期間中、母親が私が取り入れた掃除機でここを掃除してくれたんですけど、すごい掃除機かけやすい、楽って言ってくれたんですね。で、私、そもそもこの実験を始めた理由の一つに親の就活っていうのがあって、私の母親ってすごくマキシマリストなんですよ。けど整頓もできるし掃除もちゃんとできる人で、だから問題起きてなかったんですけど、私はマキシマルだと、整頓はできるけど掃除は母親ほどできないんですね。割と仕事にグワーっていう人で、なんでそんな、まあ猫もいますし仕事もフルであるしみたいな生活をしてたんで、この生活に踏み込んだっていうのがあって、ただマキシマリストをちゃんと整理できる、ちゃんと掃除できるはいいですけど、それを残して死んだ時ってそれを片付けなきゃいけない人がいるじゃないですか。で、うちの場合は確実に私なんですね。弟夫婦もいるんですけど絶対私なんです。で、この部屋自体ももともと祖母が使っていた、祖母とうちの父と母と私たち兄弟で2世帯になっていた家を、祖母が亡くなって私がここに入って、別なとこに住んでた私がここに入って譲り受けた時に祖母のものを処分してるんです。で、それがものすごく大変で、女の人の一人暮らし、しかもおばあちゃんなのに、
で、それとここと比べてまだ広い実家側を私は一人で片付ける自信がないです。親が死んだ時に。なので親に終活をしてもらいたいと思って、まあそれなら、まあ、自分からね物を減らしてこの生活がいいよっていうことをアピールしなきゃなって思っていたので、この実験に参加させてもらったっていう理由も一つとしてあるんですけど、私が不在の間に猫のために掃除機をかけた母が、物ないって掃除超楽だねっていうことに気づいてくれたっていうのが、私としてはすごい収穫だったなと、まあ、この生活始めてよかったし、出張も行ったからよかった、ね、やってもらえたんでよかったし、普段まあ母に掃除してもらうことってないので、私自身もこの生活で掃除機めちゃめちゃかけやすいからほぼ毎日かけてますけど、母がねそうやって感じてくれたのがすごく嬉しかったです。まあ、なんかすごい意味があったなって。まあ、この実験何日まで続けますかって話途中であったんですけど、まあ、5月いっぱいを目安に最初話してたと思うんですけど、まだ増やしたいものもあるし、いろいろね毎日感じてることがあるからって続けさせてもらっていて、まあ、6月に突入してるわけでちょうど1ヶ月が過ぎたんですけど、本当やっててよかったし、この報告ができることをすごく嬉しく思っています。父も母もねもうすぐ60になるんですけど、よかったです。本当に10年後私も結構な年になってるので、50近くなってるので、嫌ですよね。嫌だ、うん、自分のものをもう片付けるの大変だったし、おばあちゃんのものを片付けるときはいろんな気持ち混じって大変だったし、今もね自分こんだけやらないと自分のものを減らそうと思ってこなかったわけですから、すごい大きな一歩だったなと思って、本当にこの実験とねこれを手伝ってくれてるたけるさんや加藤社長にも感謝をして、ねこうやって見てくださる方もいるので、こういうことができてるのでとても感謝しています。ありがとうございます。